宮司さん、ではただいまより対談の時間になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ先生よろしくお願いいたします。はい、で先ほどね、私あの落語の前に、この本殿前で少し新郎さんの話、道正町の話させていただいたんですが、なんといっても大阪の人間にとって道正町の新郎さんといえば新郎祭ですよね。そうでございますね。で11月の22、23でございますね。ところが7月25日の天神祭りも、神事だけになりましたが、新納祭はどういう形になるんでしょう。そうですね、やはりこの神社のお祭りというのは疫病退散、まさに今、コロナが流行っておりますけれども、このお祭りはやっぱり私は皆さんのご意見としてやるべきだと。しかし、土生町の通りに提灯柱も立ちまして、大座さんも飾り付けをしますけれども、露天商の方にはですね、鯛ヶ岳を鯛というところでございますけれども、ご遠慮を今回いただいて、いわゆる張り子の虎、新小笹ですね、これは従来通り、お守りとして、授与させていただいた上で神事も執り行うと、で一部のいわゆるご招待者様なんかの行事は一部なくす分もありますけれども、できるだけ神事と張り子の虎をお配りするということは、続けさせていただこうというふうに思っております。なるほど。ということはいつもこの前の東西に走っている道路の両側にずっとお店が並びますね。かなり長い距離並びますね。そうですね、100店以上は並びました。100店以上、で大体今年はまあ無理にしても、日頃例年はどれぐらいの人数がお祭りに参加されてるんですか。そうですね、しばらく5万人程度で推移してまいりましたけれども、今先ほどご紹介いただいたかもしれませんが、タナミンというのが、ああいうゆるキャラが、お薬のゆるキャラがたくさん来られるようになりまして、今では大体6万人ぐらいが6万人、この通りに押し寄せるというようなことです。この辺りあれですね、昔ながらの関係でたくさんの薬品会社がありますが、日頃はそういう会社の社員さんたちが通る道、そういうことでございますね。ところが私も何回か新納祭には、寄せていただいてるんですが、別にその薬品に関係する方たちだけでなくてたくさんいらっしゃってますでしょ。そうですね。でそうすると一つ不思議なのは、こちらの氏子さんっていうのは、普通はこの神社の周辺の住民の方が氏子さん、そういうことですね。ところが少し様子が違うようですね。そうですね、土生町江戸時代ですね、124件の役所仲買仲間という方がおられまして、それ以外も明治は解散しましたけれども、その伝統を引き継ぎまして、この通りを中心に関西の医薬品の業者様を中心にですね、今薬素工というものが、ございまして、その方たちがいわゆる氏子さんに近いような形と、崇敬者と神社で言いますけれども、そういう方たちによって護持されているという神社でございますね。特殊な神社です。享保の頃にその株仲間を結成したのが124業者でしたが、今のその薬素工っていうのはどれぐらいの会社の数があるんでしょう。こうで言いますと大体320社ぐらいかなというところでございます、ね。そうですか。でその方たちはこの新納祭のお祭りの日には、こちらへ代表の方がいらっしゃるんですか。代表者が基本的には3355と社員の方も含めてお参りはされますけれども、こちらの神社へ祭典をするときにはですね、塩野義製薬の塩野様が今校長でございます、その方を筆頭にですね、もちろん田辺三菱製薬様、大日本住友製薬様というような大手のところから、中堅企業まで至るまでですね、各社社長様が、あるいは役員様がご参列されるというようなことになります。でその方たちは先ほどお話しされた笹についた神子、神様の虎、神子のついたあの笹をお持ち帰りになる。そういうことですね。お持ち帰りになりますね。えらい内輪のこと聞きますが、だいたい例年何本ぐらい用意されてるんですか。大体ですね、業界も含めまして2万本弱ぐらい程度はご用意しております。そうですか。でその信仰を疫病退散の意味を込めて授与されてますが、始まりはいつ頃からなんでしょう。これはですね、文政の5年にですね、大阪でコレラが大流行しまして、その時ですね、ご神前でですね、張り子の虎の
ついた笹ですね、はい、それから古都殺気魚炎という、はい、ものですね。これは虎の頭の骨を砕いた。古都っていうのは虎の頭ね。そうです、殺気というのは殺すに鬼と書くんですけど、魚炎、はい、というような薬がございまして、はい、それをご神前で祈願して皆様にお配りしましたところ、はい、これらがですね、はい、収まったというようなことがございまして、はい、現代に至っているということでございます。まあ、文政年間ですから神社が薬を出しても法律には触れなかった、ね、そういうことですね。今はできない代わりにあのその笹の方の、そうです。ただここにあのこの張子の虎ありますが、はいはい、あのね、全国でご存じない方はこんな大きなのがついてるかと思われたらあかんので、ええ、ちっちゃなもんですよね。そうです、ちっちゃなもんでございます ね、 ちっちゃい虎ですね、はい、でそれが、文政5年、そうですね、1822年ぐらいですね。でその時っていうのは、はい、ちょうど私イメージとしては今回のね、はいはい、コロナで日本人がもう恐怖におののいた、はいはい、あの感覚があったと思うんですよね、はいはい、でちょうど私いろいろ調べてみましたら、あの有名な緒方公案、このすぐ近くに敵塾を作りますが、はい、まあ、また緒方公案が子どもの頃にあのコレラをね、はい、非常に恐れて、はい、で今までの医学ではダメだっていうんで蘭学に進んでいったというふうなことも分かってるんですよね、はい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 。ですからその緒方公案がすぐ近くに、ね、蘭学のお医者さんを育てる、はい、あの敵塾を作ったっていうのもすごいご縁から、どのぐらいでしょうね、歩いてもう5分10分、そうですね、7、8分以内で着きますね。そういうふうな歴史的にちょっと面白い、あの、まあ、面白いっていうとあれですが、これらだったんですが、問題はですね、はい、先ほどおっしゃった薬の名前に、ね、虎の頭と書きますが、ね、なぜこれらにの薬の名前がその名前なんでしょうね。まあこれはもう完全にきっと当て字なんでしょうけども、いわゆるコロリというような、はい、文字がありますが、このコロリの項も虎をつけてありますので、はい、虎を持って虎を制すというような意味合いがありました、はい、それからこのたまたま大阪張子というのがもう今は一社しかないんですけれども、もともとはですね、土性町を東上がりましたところに、うん、町山市場こういったあたりにですね、はい、大阪張子職人がたまたまたくさん住んでおられたんですね、でその張子職人たちにその張子の虎を作っていただいてというようなことで、まあ、あの和東南の話とかいろいろありますけども、はいはい、おそらくそういうようなところから、あの宮司さんとしてなかなか言いにくいでしょうが、まあ、こじつけ、はい、そうです、そうです、ですよね、もちろんそうです、ね、あのただ、これらっていう名前を聞いて、まあ、当時の人ですからみんな漢字を当てなきゃいかんと、そういうことです。でここにテロップ出してくださいね、あの虎と列と、これら、らは何でしたっけね、まあ、3文字、でその虎がついてるっていうんで、ちょうど一般の人たちにしてみたら、なんかこれらは虎の病気みたいな感じで言ったわけですね。そういうことですね。そうすると面白いの、面白いって言っていかんですが、あの今回のコロナも漢字を虎当てはめって作りはったらどうですね。そんな考えも私もいるかなと思ったんですけども、まあ今の時代でございましてね、あまり、あの大阪の方はこのご冗談が通じるところがあるんですけども、全国的には今数件もいただいておりますので、あまり おふざけも過ぎるといかんかなというところでございまして、あの新郎さんの宮司さんがこのコロナの流行に便乗したような形になってはいかん、そういうことですね。あくまでも私どもは祈りを捧げて静まるということですね。ただやっぱりまあ大阪の人間っていうのはそういうことすごく面白がる部分も、あの本来は悲劇なんですが、不幸なことなんですが、面白がる部分もあって、あの当時の資料いろいろ見てますと、あの先ほどおっしゃったようにこれらのことをあのコロリと死んでしまうからっていうんで、コロリっていう ね、 そうですね、名前をつけて 3日で死ぬから3日コロリっていうような言い方もしてるんですが、そのコロリっていうのは虎とね、狼が狼、はい、でリーが狸、狸ですね、コロリですね、虎、はい、狼、狸で、狸、そういう動物の絵まで描いて錦絵で売り出したりしてますね。まあ、ああいうその面白がるって言っちゃ何なんですが、あのこう軽く流すようなそういうユーモア精神も、この逼迫した、鬱屈した気分の中では、そういうのがあってもいいのかなっていう気もしますね。そうですね、私どもは先生のそういうようなアイデアをいただきましてですね、何かあのこういうコロナ禍の中ではありますけれども、
何か少しホッとするような、うん、そういうことを考えていきたいなというふうに思っております。そうですね。それでですね、はい、実はこの土性町の話は先ほど落語の前に少しさせていただいたんですが、はい、言い忘れてますのが、現在日本の製薬会社を代表するような、はい、会社がほとんどこのルーツが土性町にあると。そういうことで、ね、で今でもたくさんありますよね、はい、でさらに面白いのは、その会社の中にですね、資料館が、薬品関係の資料館があると、はい、でこちらの神社にもあるんですね。そうですね、はい、先生にも最初の方に資料を整理していただいた、はい、そういうようなお力添えもいただきましてですね、はいはい、まず当社の中に資料館を作ろうということで、はい、薬の土性町資料館というのがまずできました、うん、はい、その後にですね、ここを薬のミュージアムストリートにしようということでですね、はい、機運が高まってまいりまして、はい、私どもから少し、西側に行きました。ここに武田科学振興財団がですね、はい、武田役員の交代となりまして、はい、そこに京雨商区というものがあります、はい、これ重曹の工場から持ってきたものでございます、はい、これが一つ。それから、大日本住友製薬さんのところに外から見れるような、はい、大日本住友製薬の歴史が分かるようなもの、はい、それが一つあります。それから、田上三菱さんのところですね、はい、新社屋も建て数年経ちますけれども、 そこの上に、田辺の歴史館がございます。資料館、資料館でございますね。実は先ほど の、 落語二席聞いていただいた、はい、あれは実は田辺三菱の資料館の中で撮影したものなんですけどね、はいはい、でまだそれ以外にもミュージアムは、ね、そうですね、それ以外にも塩野義製薬さんのところのロビーにですね、うん、先生先ほどおっしゃいましたが、エビラというもの、昔のチラシ、はい、こういうものがですね、うん、ございます、はい、でまだまだこれから実はこの東側、小西ボンドさんのところもですね、はい、資料館が作られるようでございますけれども、うんうん、残念ながらまだ当社のところはですね、非常に狭い資料館でございまして、配管がちょっと伸びておりますけれども、はいはい、いずれの日にかコロナが収束しましたら、また皆様にご覧になっていただきたいと。これが無料で、ご覧になりますので、というふうに思っています。そうですね、はい、そうするとこの土性町ミュージアムストリートっていうのは、はい、なんかどこかの博物館資料館を見学に行くっていうよりツアーで点々と回れる、ね、はい、全国的に見てもすごく珍しいストリートですよね。そうですね、同じような町、東京日本橋もありますけれども、そういうのはストリートになっているのはこの土性町だけですし、うんうん、この機運をですね、やはり大阪万博につなげていきたいなと。なるほど。健康がテーマのこの万博でございますので、はい、うんうん、第二の会場というような意気込みですね、はい、皆様だんだん頑張っていただいているんじゃないかなというふうに思いますね。それまでになんとか、コロナが収まりますように、はい、もう一度改めてご本殿に参拝させていただいて、対談終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。先生ありがとうございました、はい。